バトルレベル、ここが5なので、ディズニータウンから行きましょうか。行きましょう。ディズニータウンといえば、ね、チケットもらいましたけど。要は年パスだな、年パス。そういう遊園地とかな、行かねえからな、全然。年パスなんか買ったことないけど。まあ、まさにって感じですね。やーべえな、隠れがいっぱいいるな。うう白いマスクは希望の印。おう、この町の平和を守る正義のヒーロー、キャプテンジャスティス参上。かっこいい。少年、何か困ったことはないかな。正義のヒーロー、キャプテンジャスティスがすぐに解決してやるぞ。俺友達を、なんでもない、困ったことはないよ。うん、どうした、遠慮いらんぞ。さあ行ってみろ。それで俺に投票。投票、いやいやいや、なんでもない。さあ何か言うまでここは動かんぞ。そうだ、この町のことを教えて。ずいぶん楽しそうな雰囲気だけど、いつもこうなの？なんだ、そんなことか。今この町はドリームフェスティバルの真っ最中だ。町のあちこちでいろんな催し物が行われているぞ。催し物？どんなの？それは自分の目で確かめるんだ。それがドリームフェスティバルの楽しみ方だ。わかった。ありがとう。少年の困ったことを解決したのは？キャプテンジャスティスだからな。忘れるなよ。うん、忘れないよ、キャプテンジャスティス。どうしよう、これじゃ店を開けられないよ。あら、王妃。どうした、俺に任せろ。催し物か。一緒に遊べば友達ができるかな。さあ行きましょう、ディズニータウンですね。パッパパーパッパパーパッパパッパパン、ディズニータウン。もうここのワールドをやると皆さんランドに行きたくなるみたいですね。雰囲気がやっぱ似てるんだよね。タッタタッタタンタッタタンと、宝箱があった。違う。違う。ほい。で、確かこの辺にですね、地図があるはずなんですよ。あれ？なかったっけな。ほら、また俺の知ったかが始まったぞ。あれ？なかったっけ？ここワールド、このワールド地図ないんでしたっけ？あれ、まあ。記憶違い。あ、あったあった。ほら、あったあったあった。これで。ほい。イエーイ。当たった。で、なんか起きてるみたいですね。くそ、このワールドも処理落ちがひどいな。おお、ごめんよ。あ、ジャスティスには話しかけらんないよね。どうしたの。まあ先に言ってしまうと、このワールドはミニゲームのワールドですね。さっきこのキャプテンジャスティスが助けてやった少年か。少し待っててくれ、親友のヒューイ、リュイ、ルイの事件に対応中だ。そんな事件なんて大げさです。そうだよ、僕たちはアイスクリームがうまくできなくて困ってただけなんだ。大したことないよ。だから何者かの営業妨害を受けているんだろう。もうそんなんじゃないってば。この機械だよ、スクルージおじさんが置いていってくれたんだけど、操作がとっても難しいんだ。せっかくミニ用品に最初のアイスいいのよ、そのお気持ちだけで嬉しいわ。でも要するにこいつでアイスクリームを作ればいいんだな。やめてよ、ピートなんかにできないってば。キャプテンジャスティスだ。大地。この機械が壊れているんだ、俺が修理してやる。
おやめなさい。なあ、俺にもやらせてもらえないかな。キャプテンジャスティスができなかったんだぞ。少年にできるわけないだろう。そんなのやってみなきゃわかんないだろ。うん、あいつよりもマシかもね。これこの機械の操作方法だよ。どうも。そうか、あの3人は今までの金箔シリーズだと喋んないからか。なんか違和感があるなと思ったんだけど。はい、どうも。これ面白いんだよな。リズミックスアイス、曲に合わせたアイスを作ろう。はじめはお手本を見て誰がどのタイミングでリズムを取っているかを覚えよう。十字キーでアイスの発射方向を決め、覚えたリズムに合わせて丸ボタンでアイスを発射しよう。リズムゲーですね。緑の円が中心に来るタイミングに合わせて丸ボタンを押そう。プッシュのボタンが出たら A を、A じゃない、丸ボタンを連打して連続コンボを狙おう。いきましょう。はい、いきましょう。まあ十字で誰を選択するかですね。はいはいはい、ほい。あれ本当にさ、なんで合わないのこれ。グッドだな。エクセレントなかったっけ。ほい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 、これが連打ですね。うおダン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 、グッドでいいのかな。エクセレントなかったっけ。あ、見てなかった。はいはいはい、アリエルの時というさ、リズムゲーができない。ダン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 、ほい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 。ほら、やっぱエクセレントあるよな。くさうわー、引く。これどん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 アイスを積み上げていくんですが、ありがとうね。デザートパラダイスに挑戦できるようになりました。どうも。あー、やっぱ PSP の画面でやるのとパソコンの画面でやるのは違うんだな。ごちそうさまでした。すごいな、6メートルの。アイスクリームを食べたのは初めて。ありがとう。いいえ、ひどかったけどね。あ、俺、ベンテス。ベンでいいよ。ありがとう、ベンテス。すごいよ、ベン。作り方は分かったから、次からもお客さんに自由に作ってもらうっていうのはどう。ほら、言った通りだ。やっぱりこの機械が壊れてるんだ。こんな機械スクラップにしてやる。おやめなさい、ビート。くぅ、今日のところはここまでだ。キャプテンジャスティスのことをピートって言ってたけど、暴れん坊でこの町の厄介者なんだ。キャプテンジャスティスと名乗ってるのはミリオンドリームアワード狙いじゃないかな。ミリオンドリームアワードって、ドリームフェスティバルの催しの一つで、この町一番の人気者を投票で決めているのです。それであいつ投票とか言ってたのか。一番になれば商品がもらえるんだよ。商品といってもおまけみたいなものです。みんなが誰かの人気者であることに気づいてほしいの。そんな心を持ってほしいのです。誰かの人気者か。ビートは商品だけが目当てだろうけどね。きっとビートの名前じゃ誰も投票してくれないって思ったんだよ。バレバレだけどね。ねも誰かの人気者になりたいな。まあこんな感じでミニゲームが遊べるんですね。であと2つミニゲームがあるんですが、どうなんだろう。ベンテス編ではイベントとして出てくるのかな。パッパパッパパン。あ、終わりこれ。まさかの。もう今年のミリオンドリームアワードは誰だろう。誰だ。誰が投票した人になるといいな。
皆さん、お待たせしました。大地。ディズニータウンドリームフェスティバルのメインイベント、ミリオンドリームアワードの発表を行います。すごいね、急展開だな。発表するまでもない。俺様で決まりだ。今年の受賞者はなんと複数いらっしゃいます。ほう。今年のミリオンドリームアワードはベントス、アクア、テラの3人です。あらま、あーすごい二人ともここに来てるんだ。なんだと？何かの間違いだ。今年はこのキャプテンジャスティスに票が集まったはずだ。そうだろう、お前ら。だったらこっちか。ここのレーサーキャプテンダーク。投票数って言ってもな、集計結果に間違いはありません。6票でしょ。3人が今年の受賞者です。ピート、あなたの行動の動機はどうあれ、やろうとしたことはとても素晴らしいことなのですよ。ですから、わずかですが、あなたにも票が入っています。あなたも誰かの人気者なのですよ。はっ、票なんかどうでもいいんだ。いいから商品をよこせ。ピート、これまであなたの行動には多少目をつむってきましたが、あなたに期待してあなたのことを思って票を入れてくれた人の心をないがしろにするような今の言葉は許せません。へー、許さないってどうするつもりだ。少しの間頭を冷やしなさい。えーへー。おー、なんか来た、なんか来たぞ。ほうきが来た。なんだ。あー、連れてかれた。シュールだな。授賞式に戻りましょう。受賞者のベントス、アクア、テラ、ステージにいらしてください。ベンだけど。あら、どうやら他のお二人は欠席されているようですね。二人ともいないのか。では、あなたが代表して受け取ってくださいね。なんだろうね。あなたたちはドリームフェスティバルにおいてたくさんの人からの人気を集めました。6票よって、ここにミリオンドリームアワードを贈ります。おめでとう。ありがとう。受賞の記念としてあなたをイメージしたあなただけの特別なアイスクリーム、ダブルクランチアイスを贈ります。へえ、いいなあ、自分だけの特別なアイスクリームか。どんな味なの？食べてみて。そのまま食べるんかい。スプーンとかないの？いかがですか？すっごく美味しい。気に入ったよ。喜んでもらえてよかったです。まあ、ある意味総選挙だな。総選挙だ。じゃんけんでやらないだけまだあれなのかもしれないけど、こんなところに置いてけぼりにしやがって、絶対に抜け出してやる。お前の力でここからは出られない。誰だ、姿を見せろ。慌てるんじゃないよ。黙って私の話を聞き、私の言うことを聞けば、お前をここから出してやろうじゃないか。本当か？こっから出られるんなら誰だ
だって構わない。何でも言うこと聞くぞ。物分かりがいいね。こっちへおいで。お前には私が全ての世界を手に入れる手伝いをしてもらう。はい、終了。早かったな。で、他にね、2つミニゲームがあるんですが、それはまたテラとアクアの時にそれぞれ遊べるので、その時にまたやってみましょう。宝箱2個しか手に入れてないからさ、たったの 11% っていうね。まあ後で取りに行ってもいいかもしれないですね。さあ、お次のワールドはオリンポスコロシアム。まあこれはおなじみですね。行きましょう。まあおなじみとは言っても、空たちがね、訪れるずいぶん前のオリンポスコロシアムなので、少しはね、変わってるような気がしますが。やけに静か。うん、おなじみオリンポスコロシアムですね。って言ってもいつもの場所とは。おお、綺麗だね。まったくあのクズしつこい。おじさん、何してるの。うわ、だから俺は二人もコーチできんと言ってんだろうが。なんだ、別のことか。俺は忙しいんだ。あっち行け。フィル、エントリー終わったよ。おい、ハク、分かった分かったから、もっと小さな声で。いた。ほら見ろ、見つかったじゃないか。町の人にも聞いた。あんたやっぱり英雄専門のトレーナーなんだろ。ヒーローだ。英雄ヒーロー、どっちでもいいよ。あんたの力が必要なんだ。俺は英雄になりたいんだ。さっきも言ったはずだぞ。答えは二言。同時に二人も面倒見切れん。俺はこいつのコーチで手一杯だ。さあ行くぞ。そこをなんとか頼むよ。アンバース、モンスターが。ピュー、俺の実力見てから決めてくれよな。僕だって。さあ、アンバース戦ですね。武器を変えてからまだ一回も戦ってなかったんだね。おー、ちょっと待った。PSP の電池がまずい。よし、OK。充電しながら戦います。よいしょー。よいしょ。まだこの頃のハークがすごい弱くてですね。全然頼りにならないんですよね。って言ってもな、無印の時も2の時もそんなに頼りにしてたわけじゃないけど、もう邪魔。で、もう一人ね、仮面をかぶった男がいますが、そいつはまた出てきますね。仮面を外して。よいしょ。おい、届かない。届かないぞ。ほい。でかいのがいる。こいつどうやったんだっけな。背中だったかな。ん、四角なんだ。そうだ、ガードか。よいしょ。すごい一生懸命殴ってんな。すごいな、こいつら相手に素手でいくとかかっこいいぜ。おっと、そう、背中だよな。とっとっと、おい、飛んでるのがうざいな。結構このエリアに敵が出るんですよね。まあいい経験値稼ぎにはなるんですが、実際ね、こんだけ数がいると面倒くさい部分もある。うわ、こういうのがいっぱいいのか。終わった、ナイス。痛いな。もういろんなところから
敵がワンサが出てきますね。もううるせえな、さっきからね、このうわーとか言ってんのはハークです。全部うるさくてしょうがない。全然英雄っぽさは感じないんですが、今の叫び声を聞いてると。いてててて、 OK、 よいしょ、終わりじゃない。 OK、 もうこんだけ戦わせるんだ。ずいぶん経験値稼ぎをさせますね。1レベルぐらい上がんねえかな、上がんねえかな。よいしょ、出てくる割に経験値が高くねえからな。もうめんどくさいな。シュートロック使いますか。はい、ほい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 、丸、四角、バツ、終わり。まあ敵が多すぎるときにはね、こういう感じでシュートロックをね使うといいかもしれないです。一気に消せるからね。おお、わかった、こうしよう。もうすぐ開かれる闘技大会でお前たちの試合を見る。それからどっちをコーチするか考え直す。よっしゃ、じゃあ俺闘技大会にエントリーしてくれ。闘技大会、じゃあ俺も。エントリー制限はあいつでいっぱいだ。どうしてフィル、僕をコーチしてくれるんじゃなかったの？今言った通りだ。ヒーローになりたいのなら闘技大会でこれまでのトレーニングの成果を見せるんだな。ベル、それからしばらくトレーニングは中断だ。お前だけ俺が鍛えたら不公平だからな。元気出せよ。闘技大会で頑張ればいいんだろ。俺ベントス、よかったら俺の力を貸すよ。君が力を貸してくれる？うん、僕はヘラクレス、ハークって呼ばれてる。よろしく頼むよ。だったら俺はベンだ。一緒に頑張ろう。じゃあ僕が先に行って準備をしてくる。コロシアムのロビーで待ってるよ。てなわけで物語が進んでいくわけですね。さて、なんだこんだけか。ここに宝箱はないのかな。よいしょ、ひたすら壺壺。うん、って言ってもな、ベンティスがハーク鍛えても不公平な気がするけど。別にいいのか。全部壺だ。特に宝箱はないみたいですね。じゃあロビーに向かいましょう。ロビーは確かね、いつもの通りのところだった覚えがあります。うん、見覚えになるとこだね。いつもねここ見ちゃうんだよね。こうやって宝箱があるからね。はい、メガポ、メガポに、あそこにもあるね。はい、ケアルラ、ケアルラか。なんかコマンドマックスになったかな。なってるー、なってるー。スライドダッシュ外しの、ダークガード、これにしとこう。おお、敵が出るんかい。じゃああれだね、ベンティスは大会には出ないんだね。エントリーってそんな簡単にできるもんなの？出ます、はい、お名前の方お願いしますみたいな感じでできるのかな。ベントゥスって書いておしまいなのか。すげえな、ドラゴンボールのね武道大会みたい。天下寺武道会みたいにすぐできるもんなんだろうな。ほい、ほい、よいしょと。いい、ラストん、まだいんのか、お前らか。
あ、ちょ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 、あのおデブちゃんがちょっとめんどくさいですね。てか敵多いな本当にこのワールドは敵が多いな。ほい、シュードロックを使ってもいいような気がしてきたあいつ、ちょ、お前はサンダーか。ほい、ケアルガもレベル上がる。エーテル倒す。シュートロック使おうか。ほい、ほい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 、三角三角丸三角、レベルも上がる。ん、どこだ、いた、痛いなほい、ケイ、よいしょ、 OK、 いいね、まあ、ヒッター OK、 まだいんのか、本当に敵が多いな。ファイヤーダッシュ、いいですね、コマンドのレベルがどんどん上がっていくから気持ちいいね。こんなもんか。でコマンドの方がいろいろと成長したみたいっす。いらないいらないいらない。でチャージ入りましょう。チャージっておきましょう。これかな。ほい、アイテムアップ、アイテムアップ正直いらねえんだよな。ケアレラもう一個作っとこうか。ケアレラケアレラで、どうしようかな。これコンボ F アップ、あとはないね。やっぱコンボアップとかいいですよね。あった、コンボ F アップと、あれケアラアップあるでしょ。ないか、よいしょ、これでいっか。でよし、並べ替えておきましょう。OK、 でアイテムが今こっちの方にあったので回収回収。 OK、 あとないかな。よし、じゃあ殴り込みしましょう。今回はハークをトレーニングするんですね。